メシズメ村は、秋田県仙北郡にかつて置かれていた村。仙北郡のほぼ南端に位置する。横手盆地のほぼ中央部に位置し、マリコ川と出川の複合線上地上に所在する。金沢町との境界をなす南側、東側に、メシズメ山、倉掛山、山本山、西宝寺山などの残旧があるものの平坦地は、地味肥沃で県下有数の国葬地帯の一角を占める。 天神堂、飯ッシなどに遊水が見られる。西辺部を大宇本線が走り、北端部に飯ッ駅、南端部にあと三年駅がある。南部の山本地区には、大正年代に村長の江畑新之助によって、長岡阿弥設計の山本公園が開かれ、西方、寺山斜面は五三年スキー場、果樹園として利用されている。 五三年合戦家言葉より眼光の乱れ五三年の役の古戦場跡地として知られ、メシズメの名も、この戦で工場側の源義家が兵糧を蓄えたことに由来するという説がある。ただし、戦場地先端部の有水帯に当たるので、泉の天下とする見解もある。古代の遺跡としては、県主帝史跡半詰立穴群が山本の地にあるが、詳細な性格は、 不明な点が多い。上、深井地区には、古代竪穴住居跡、牧書時、人形が出土した、矢萩殿遺跡がある。中世の遺跡としては、正山宮を利用した、飯詰城があり、室町時代には小豪族久米野氏の館があった。天神堂の菅原神社、佐野の日吉神社などに、南北朝時代の伊旅がある。資料には、秋田藩家造文書の昭平五年城に、 秋田城之助元隊長が、昌平五年八月、出羽国平河軍名江熊の神社に、平河軍、吉田、八和田、仙北軍半爪の三家号を寄進し、小松軍、平河軍、仙北軍の三軍を、同社のご帽子姉妹の略領とするとの記録があり、飯シズの名が見える。近世には、久保田藩領となった。中石地の開発は、半世紀に盛んで飯シズ石大沼が、 灌漑用に作られ、出川やその支流クリア川が灌漑用水として活用された。明治初年の国高は以下の通り、ありがとうございます。